これより会議を開きます。議長、福田達夫君。議案調停に関する緊急動議を提出いたします。安住淳君ほか5名提出。予算委員長棚橋康美君解任決議案は提出者の要求のとおり委員会の審査を省略してこれを上呈し、その審議を進めることを望みます。福田達夫君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。予算委員長棚橋康文君解任決議案を議題といたします。提出者の